山陽食品札幌一番ごま味ラーメン、揚げ麺に粉末スープと調味料キーごまがついています。麺は細めの角断麺で気泡感はありませんが華奢な舌触りです。いかにも昭和の即席袋麺という感じです。札幌一番の他の麺とは明確に違う食感です。揚げ油にラードが入っているようで香ばしい匂いがします。スープはごまの香りがとってもまろやかです。実質液体スープともいえる調味料の存在がとても大きいと感じました。普通の札幌一番醤油味の生姜の香りがして少しとんがったスープとは全然別物です。ごまは潤沢で黒ごまも混じっています。この製品は久しぶりに食べたのですが、こんなにいい味の製品だったんだと認識を改めました。